はいどうも皆さん明けましておめでとうございます、見ていただいて分かる通り今年も1年間ありがとうございましたっていう動画を撮ったもうその直後に今明けましておめでとうございますの動画を撮っております。今年もよろしくお願いいたします。平成28年ですか、去る年、去年は僕は羊年で年男でしたから、今年はちょっと違うぞっていう風にして去年こう頑張ってきたんで、まあ実際には今年なんですけど、まあ去年やってきました。でおかげさまでいい年になりました。で今年はさらにね、いろいろ考えてます。あんなことしたいな、こんなことしたいな、あんなことしよう、こんなことしよう、よしあそこに行ってやろうかなとか、ここに行ってやろうかなとか、あそこに行ってあれ食べてみたいなとか、いろんなことを考えております。全て実行できるか分かりませんが、そんなこと言ったら本当に実行できなくなっちゃう。全部やるぞと、これ達成するぞというような気持ちで、今年は僕はいろんなことにこうチャレンジですよ。もう常に人生こう前のめりでね、どんどん前進してますよ。前進は後退です。これ髪の毛だけこっちの方は後退してます、どんどん。でも僕はいいんです、このハゲるのが楽しみですから。初日の出のね、いい感じじゃないですか。テカテカ光ってますね。今日もいいツヤだ。今日も僕のおでこはいいツヤが出ている。ありがとうございます。何の話ですか。そうです、今年も皆さんよろしくお願いしますっていう動画なんですけど、本当に今年も僕今年はですね、今年も今まで通りのただひたすら食べてダラダラ喋ってるだけの動画をやりつつ、また新しいことも、ま、いろいろまた公表しませんけれども、なんだっけ、有言実行、不言実行、共通するのは実行するということ、要は成功した、まあ、その人によって違うんでしょうけどね、その成功の形は、その人がやりたいと思ったことを成し遂げた人たちは、俺はこうやった、僕はこうやった、私はこうやったって、まあ、要は実行したということだけが共通点なんでしょう。その方法は自分に合ったやり方でやればいいというふうに僕は捉えておりますので、僕は今回はこの件とこの件とこの件に関しては言わずに、また行動したいと思います。なぜなら去年がそれでまあいい結果が出ましたので、また同じことをやってみようと、同じことっていうか同じ方法を取ってみようと、うまくいったらまたその次も同じ、さらに変加えてさらにいい方向をやっていこうっていうような作戦でやらせていただきます。平成28年世論山宮学校木島春樹、ますます頑張ります、頑張りますって、ますますいろんな攻めていきますから、皆さんみんなで楽しく過ごしましょう。今年もよろしくお願いします。今までで一番楽しい猿年にしましょうね。よろしくお願いします。それでは何回変でした。